い、今回は、ゲーミング縛りだー。ゲーミング縛りとは、手持ちの枠に同じレアリティは一つまでしか持てない縛りです。ほへー、なんでゲーミング縛りって言うんですか？手持ちがカラフルになってゲーミング色っぽくなるからです。しょうもな。一旦オープニングどうぞ。僕の名前縛りだー。チャンネル登録してください。それじゃあゲーミング縛りやっていくぜ。この縛りのルールとしては、武器強化を禁止でやっています。武器強化できちゃったら普通にやるのとあんまし変わらなくなっちゃうからね。そういうこと。なんでゲーミングなんちゃらって虹色に光ってるか知ってる？知らないです。一番最初の頃は PC の中の光が外に漏れちゃったのが始まりで、そこから PC オタクたちが発光するパーツで PC をデコレーションするのが流行って、今の形になったとかなってないとか。ほへー、知らなかったです。教えてあげたので、教えた料金ください。やば、この人言ってることやば、詐欺師じゃん。まあ冗談だけどね。おもんな、この人おもんな、M1 グランプリ出たらエントリー落ちしそう。エントリー落ちってなんだよ、別にエントリーするのは自由だろ。ESP ウッズ発見。違います。いつぞやのフォートナイトで星のカービィとコラボするみたいな情報流れてなかったっけ？流れてたような流れてなかったような。手持ちだいぶ揃ってきました。この魚無駄にレジェンドだからこの縛りでは少しありがたい。性能はコモン以下なのにね。食べると視野が悪くなる代わりに HP10 回復。サーマルフィッシュ食べたら？嫌だよ。現場途中はマジで食べたら敵さん見にくくなる。レジェンドの性能はどこにあるのか教えてもらいたいです。めっちゃボロクソ言いますね。弱いもん。弱いのは君の方だったな。雑談してたらなんかやられちゃいました。そして時代は0ポイント折り。0ポイントこんなにもひび入ってましたっけ？アップであるごとにひび割れが進んでますね。もうすぐ孵化でもするのかな。卵じゃないだろ。そしてなんで0ポイント折りしたし。なぜかってそこに0ポイントがあったからさ。アホくさ、口くさ。うすん、武器を持ってない敵さんを一方的に攻撃するの楽しいな。この敵さん弾よけうまかったですね。君がクソエイムなだけ。敵さん発見。マイダスさんだ。マイダスは二人いるみたいなことを、とある考察系 YouTuber さんが言ってたんだよね。ほへー。圧倒的弾薬不足。圧倒的弾薬不足ってなんか中国語みたい。そうか？敵さん発見。マイダスさんだ。マイダスは二人いるみたいなことを、とある考察系 YouTuber さんが言ってたんだよね。さっき聞いた。あれ、そうだっけ？ゼロポイント周りそこら辺の名前付きの場所より、敵さん多いんだけど。ゼロポイント折り流行るか？敵さん発見。オーラだ。オラの名前オーラとか言ってそう。敵さん発見。オラの名前オーラってどういう意味ですか？敵さん発見。この縛りミニポとか落ちてても、緑タクショ捨てないと持っていけなかったり、青アサルト落ちててもデカポー捨てなきゃ持っていけなかったりして、回復を優先して武器を弱くするか、武器を強くして回復を捨てるかだったり、いろんなことを考えながら武器構成を選ぶから、この縛り楽しい。だから皆さんもこの縛りで遊んでみよう。普通にやります。普通にやるのか。敵さん同士がバチコリ戦ってますね。おーん。ここはいい感じのタイミングになったらトツロット。撃たないんですか？まだその時ではない。めっちゃ敵さん撃てる場所にいますよ。まだだ、まだその時ではない。もうそろそろいいんじゃないんですか？まだだ、まだその時ではない。いつ撃つんですか？あと少し、もう一人の敵さんが見えたらだ。別敵に撃たれそう。よーし、今だ。初弾を外した以外は完璧でしたね。初弾を外した以外は。なぜ2回言ったし。大事なことなので2回言いました。まあいいや、敵さん残り体力わずかだから。やったぜ。別敵が来ちゃったよ。ショックウェーブで逃げよっと。あ、敵さんにショックウェーブ当てちゃったわ。くさ、お前くさ。こうなったら戦う。チリだけして逃げよっと。戦えよ。じゃあ戦おうかな。っていうわけないんだけどね。うざし。今戦ってもエリアのど真ん中だから、どうせ玉が来てやられる未来しか見えないからね。だから逃げる。それじゃあ敵さん、グッバーイ。やっぱしエリアの端っこが落ち着くんじゃ。銃声聞こえますよ。わお、あの敵さん撃たれてるから僕も後ろから撃ってあげよっと。やったぜ。
ついでにこの敵さんを撃ってた敵さんも倒しに行こっと。あと1枠レジェンドの枠が余ってるから敵さん持ってないかな。エキゾチックやミシックの武器でもいいけど。そうですね、持ってるといいですね。うん、ち、は、え、なんか言いましたか。何も言ってない。ならいいや。ていうかさっきからショットガンカスダメしか出てないんだけど、倒せたから別にいいや。この敵さん金ヘビ朝持ってましたね。これで手持ちがゲーミング色になったぜ。はい、残り人数3人のところまで来ました。わお、この距離で前段外すのやめてもらっていいですか。ちゃんと当たってたら敵さん倒せてたのに。敵さんのダメですよ。悲しい気持ちになりました。上取られてもバウンサーがあったらいてて、あら不思議、あっという間に上を取り返すことができます。すごい、これは一家に一枚欲しいですね。でも下に降りるんだけどね。何やねん。おら張り替えじゃい。そして編集して、どういうことだ。僕32ダメージしか与えれなかったのに85ダメージも食らったんだけど。じゃあしょってカスダメ出にくいのに、さっきからカスダメ製造してて、さすがクソエイマー。当ててるだけマシ。うわ、クソエイマー飛行じゃん。シールド回復アイテムが消えるっていうバグが起きました。さっき使っただろ。記憶にないや。そして弾が当たらない。大きい点当たったわ。ここはあの敵さんを倒しに行くしかない。回復される前に倒して、この敵さんから回復アイテムもらいたいですね。もらいたい。もう一人の敵さんがちょっかいかけてこないことを祈って。トスリムスト鬼神。トスリムスト鬼神ってなんだよ。ボスリムスト鬼神みたいに言うな。ボスリムスト鬼神って何。 GGRKS グーグーレイカース。そういうこと。っていうかなんかピンチになってるんだけど、ここは一旦ショックウェーブで逃げよっと。でも逃げた先って、うわ、別敵いるじゃん。っていうことで僕はビクロイを取ることができなかったので、代わりに皆さんがビクロイしといてください。ビクロイできなかったから視聴者さんに投げやりするゆっくり実況者。えへへ。じゃ今日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしてもらえると、僕の頬の筋肉が上に上がるので、よろしく、お願いします。じゃまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。